上喜久夫は、昭和30年代からスポーツ日本新聞の映画記者として、芸能関係に携わってきた。とかくデビュー当時から、銀幕のスター、石原裕次郎を取材し続けてきた。以来、裕次郎とは懇意の間柄となり、自ら PR 会社を設立し、昭和42年には映画、黒部の太陽、の宣伝担当を任され、以後、石原黒製作の主要作品の宣伝活動に従事してきた。深見は裕次郎とは、記者時代から映画制作の裏方とプライベートに至るまで、彼の表と裏側を見てきた人物である。深見は裕次郎亡き後の6年後の1993年に、誰も書かなかった石原裕次郎を出版した。深見はこの著書で映画、栄光の5000キロの撮影時に起こった不可解な出来事について語っていた。あまり知られていない裕次郎にまつわる興味深いエピソードが綴られた書物であった。そこには今まで耳目したこともない奇妙な話が彼の口を通して語られていく。舞台は1969年4月のアフリカのケニアのナイロビの撮影中でのことだ。熱帯の大草原サバンナはモンパサやザンジバルの酷暑と比べ、年平均気温18度 C の快適さで映画の撮影も順調であった。記者団一行を乗せた日航機は羽田を離陸し、途中乗り換えを含め、丸々1日余りの時間をかけナイロビへと到着した。記者は各社含めて総勢9人が現地入りをし、裕次郎の映画の近況報告の取材にやってきた。早速、石原プロの関係者と石原裕次郎自らのお出ましとなり、一行を温かく歓迎し、記者たちをホテルの中華料理店へ招待してくれた。撮影のため、長期滞在中の裕次郎は、滞在期間が決められた記者たちを、毎晩のようにもてなし、ナイトクラブやらレストランバーへ連れて行き、朝や昼の空いた時間などは、アフリカの歴史や名所旧跡案内などもしたというから、そのサービス精神たるや生半可なことではできるものではない。そこが人々から好かれる彼の人柄なのであろう。しかしその滞在時、不可解な出来事もあった。その日の晩に限って、いつも姿を現すはずの裕次郎がレストランにやってこなかったのである。その日は何時になっても来る気配がなく、翌日まで会うことはなかった。これは何かあったのだと思い、その理由を聞き出すと、昨夜は車が故障して遅れたので行けなかったという。その不可解な点は、ナイロビの夜は深く、街を外れたら、車のライトくらいでは、運転をする上で様々な支障が生じるとのこと、なのでこれまで夜に車で外に出歩くことはなかったのである。それが分かっていながらも、その間、外出していた数時間、行方が分からなかったのである。一体そこで彼の身に何が起こったのだろうか。そこにはいくつかの不可思議な疑問点が残った。それは翌日、食事前に裕次郎の部屋に訪ねた際に、裕次郎のいない間、しばらく彼の部屋にいた時に、目の前にアフリカの民族民が手がけたかのような彫り物の双子像を見つけた。記者である彼は、奇異にこれは何だいと不思議に思った。そして、一見なんてことのない作りだが、何かしらその像の持つ魔力のようなものを感じた。そこに裕次郎が戻り、その像を持った彼のそばに寄り、一瞬顔の表情を変え、それをひったくるように取ると、何でもないですと言いながら、隣の隣室に持って行ったという。彼は何でもないはずはないと思ったのはもちろんのこと、これと昨夜の外出不明の時間が妙な形でリンクしたと感じた。なお、彼と一緒に昨夜同行を共にしたスチールマンのサブも、その件に関しては頑なに口を閉ざしており、何も語ろうとはしなかった。また、それと前後して裕次郎とは2年前に知り合った陽子と名乗る人物が、ナイロビの裕次郎のもとに遠路はるばる訪ねてきた。聞けば、彼女は大学のフランス文学研究室に在籍し、パリで開かれた国際フランス文学会に出席した帰りにアフリカへ立ち寄ったのだという。もともとこんな古く奇異なことを思い出したのも、この宮本陽子なる人物が今現在行方不明であるということだ。それと裕次郎とのどこに因果関係があるのか、とにもかくにもこの半年近く行方がわからず、彼女の娘さんが連絡してきたのである。すでに裕次郎が亡くなり5年が過ぎ彼女も50近くなり、心配する娘さんも裕次郎さんの後を追ったんですの一点張りであった。そこで記者は、なおも疑問を畳みかけるように、どうやら陽子さんはアフリカロケで裕次郎と会ってから、人生の歯車が狂い、変わったらしいと睨み、ひょっとしたらあの双子像を渡したのではないかと思ったのだ。
また、それはなぜかそうでなければ、この点と線がつながっていかないのではないかとも思えた。そして彼とあの日を共に同行したサブこと島本圭三郎も、その後、報道カメラマンとなり、ベトナムで戦死してしまった。今となっちゃ、あのナイロビでの時間にして18時間の謎の時間帯を知る唯一の証言者もなく、それを知る人物はいなくなってしまったのである。また、この日を境に裕次郎も病気がちとなり、大病を患う病気体質となり、著者はこのアフリカロケの最中、アフリカの奥地で何か得体の知れないものを彼らは見てしまったのではないかと考えるようになった。取材記者たちのナイロビでの滞在期間は5日間であったが、陽子が滞在してたのはわずか1日であった。その1日の時間帯が彼ら記者たちよりも濃密であったことは想像に難くない。果たしてあの不思議な双子像は陽子の手元に渡っていたのかが疑問符としていつまでも残っていた。そんな彼女が行方をくらましてから2ヶ月が経とうとしていた頃、新たな新事実も浮上した。それは陽子の娘が母親である彼女の部屋に入った時に、慌ててハンドバッグの中に何かを宝石袋に入れてしまい込む、その慌てた素振りを見せていたことが気がかりであったという、その宝石袋の中身が、いわくありの双子像である可能性を示唆しているかのようでもあった。それは同じく、生前から今でも裕次郎の熱烈なファンである方が、毎年、裕次郎の命日には必ず墓参りに訪れるのだが、その3回目の時に、陽子の姿を見かけたという。彼女は墓の前でしゃがみ込み、一心不乱にお経を唱えながら、数珠を巻いて右手にはしっかりと小さい袋を大事に握っていたと証言してくれた。その小さな袋の中身とは、娘さんが以前見た、あの時のハンドバッグにしまった宝石袋の中のものと同じものである確証を得るものとなった。そして裕次郎の熱烈な信者である、ファンの方が意味深げに、あのアフリカロケの帰国以来、私たちに対する優様の態度は変わってしまったのよ。いつもと同じ笑い方、話し方だけど、口じゃ言えない微妙な変化があったのよ、と言っていた。やはりそれは彼が思った通り、あの帰らなかった夜を機に、あの双子像との関わりを含め、何かただならぬことがあったのだと確信したのだ。あの日、やはり、陽子は裕次郎から、あのいわくつきの双子像を手渡されていたのだ。そして、それは捨てられずにずっと彼女はそれを持ち続けていた。山中湖畔の別荘でナイロビ会を開催した時のこと、芸能業界に席を置く男が、酔っ払いながら、彼のそばに寄り、あの双子像のことをまくし立てた。ゆうちゃんがな、ナイロビの小さなこけしみたいなの。あれ、捨ててしまわないと、陽子にも災いがかかるからねと陽子に言ってくれと頼まれていたんだと言った。それが今なお、行方不明である陽子の安否が気がかりであることと同様に、その糸口が不明瞭であった。著者は陽子の失踪と双子の像がどう結びつくのか、途方に暮れるのであった。そこで彼女の行方を元警視庁の捜査課で、今は探偵を生業とする元刑事に頼むことにし、双子像に関してはアフリカ土族研究家として知られる教授に手紙を書いた。その後、教授からその双子像は、まさしくエルゴン山麓の総分子族の部族章の一つであり、酋長はじめ部族の者が、日々、伏し、拝む神聖な彫像であり、これがあの晩、ここに訪れた裕次郎の手元に何らかの形で渡り、それ以後、彼らを取り巻く環境下で、何か得体の知れぬ力が害を成していると思われた。また、それらは部族以外の者にとっては良くないものと言い伝えられており、マサイ族の勇敢な戦士たちは、この部族へ赴き、自分の寿命を占ってもらって戦うのだと言われていた。このように暗黒大陸アフリカでは、先進諸国の人々が踏み込むことのできない未知なる領域、不可思議な現象をもたらす習わしが先祖代々から継承され信じられていた。一方、陽子の失踪事件のその後の展開は、諸説ありながらも最も有力視された説は、24年ぶりにこの像を、ようやく捨てる決心がつき、陽子は太平洋へ捨てに行くのだと言い残し、旅に出かけたまま、未だ消息を絶ったままであった。この双子像にまつわる出来事を小説形式にし、出版した著者の心情のトロとはいかなるものだったのか。また、これなる話や真相究明については、出版以後、著者の口から直接語られることもなく、それは拡散されていく SNS の中で話題にも上らず、忘れ去られたかのようだ。せめてこれを読んだ読者が感想らしきものを残してくれたならと思いつつも、それらしきページも現時点で見つからなかった。
これは果たして事実に基づいて書かれたことなのか、それともフィクションであるのかと話題すらもならないので、何とも言えない後味を残す書籍となった。そして行方がわからなかったあの晩、裕次郎はスチールカメラマンのサブと共にこの未開の地に訪れ、さらなる奥地へと進み、そこでパシヌミ族の呪術師の酋長と出会ったことで、二人の寿命がそう長くないことを予言されたのではないかと著者は述考したと記されていた。まさにこの双子像がその後の彼らの人生に災いを転じてしまったのかは、これを読んだ読者の感想に委ねられることだろう。